2023年、6月の29日、天皇家の方たちや、国会議員の方たち、まあ、内閣の方たちや、まあ、その他の国の方たちなど、まあ、さまざまな人へメッセージですね。で、いくつか思い当たる節があるんですが、もともと、2003年ホテルオークラ神戸で勤務をしていた時に精神病院に行くように警察官に言われたんですが、どのような経緯があったか。まず、暴力団を名乗る人間からの電話がかかってきて有馬警察署に通報をしに行った。でそれまでにホテルオークラ神戸のメインバーの女性の従業員とか、かなりややこしいことを言ってます。周りの人間もね。結婚話をしに来たアナウンサー、その後アナウンサーとなるような人間が、何度もいろんな人間がメインバーに来ていた、働くような形でだと思いますよ。結局それってね、ホテルオークラに旅行費支払わせてたんじゃないですか。詳しくはわからないですよ。明細書を見させてもらわなかったらね。で、結局全員名前と住所と電話番号をしっかりとしたものをメモしたものとかをね、私に渡した例はありません。で、手紙を渡そうとした斉藤真美というアナウンサー、まあ、関西のアナウンサーなんですけども、テレビ朝日系列の方の関西なので朝日放送という名前の放送局のところのアナウンサーで、今はフリーなんじゃないかと思うんですけども、まあ当時そのものはもう顔が変わってきてる時点で変でしょ。アナウンサーの本当の話をしただけでね。で、そいつらの顔を作らなきゃならない話じゃないんですよね。逆なんですよね。その者たちが随分と身勝手な行動をしていた。これが事実ですから、まず名前と住所と電話番号を必ず開示しなきゃならない。で、お互い、電話とかでね、話し合って、まず認識ができるようにならなかったら、最初からこんなにたくさん来られたら誰が誰か分かりません。本当にアナウンサーなのか役者の方なのか、それともスポーツの方なのか分からないです。本当に経済界の方の人なのか、皇室の人たちで、僕よりも年上の女性の方だったと思いますけども、多分僕と結婚話を運動した人いらっしゃったと思うんですよ。だから2002年サンパレス六甲では本当に僕に別の人と結婚するんですけどもいいですかって本当に聞きに来られたんですけども、もう覚えてないんです。書類にしなかったら絶対無理です。本当に覚えてるわけがないんですよ、何年も経ってから。そんなことで、その非常識極まりない行動に結局なるでしょう。で、まあ、今後のその行動の仕方として、その今後皇室の方でもそういった行動を一切しないこと、必ず自分の名前と住所と電話番号を相手にメモしたものを渡してあげると。それしなかったら結局あなたたち何をしに来たんですかっていう話にどうしてもなるんですよ。今皇室の人たちを責めてるんじゃなくて、多分全員よく分かってなかったんですよ、世の中のことを。エネルギーの残存量問題が抜けてるから電話した方が早いじゃないですか、こんなに往復何回も何回もするんだったらね。で、ある程度の年齢になったらバッサリ僕は切り捨てられたでしょ。だから僕は30歳手前の頃からいろんなテレビ局とか事務所周りをしたけども、全員結婚話をしてきた人間の件に関して誰も対応しようとしないんですよ。無理ですよ、こんな方法じゃ。だってテレビ局が悪いっていう形になるでしょ。で、その恋愛感情的にも、そういう理由に相手はこちらを切り離せるでしょ。向こうの思うつぼですよ、はっきり言って。テレビ出演者ね。で、同性親族に議員がいたりとか、そういう人たちでしょ。もしくは元銀行員だったとか、証券会社だったとか。もともとの世界っていうのは、僕のホームページ淡井圭介の履歴の、まあ、メモしていただいたらわかるかと思うんですけども、20.1番か21.1番に、
そのスティーガル法、第2のスティーガル法、リーマンショック、ボルカルール、本当はもうあの大恐慌の頃からのことを記載してるんですけども、もともとが銀行とか証券会社が合併を繰り返していて、まあ、その当時できた法律に合わせて証券会社を独立化したりとかして、でもう社会一般 の、 そのテレビの放送で遠慮してる人間はたくさんいすぎなんですよ。行政の人たちがたくさんお金を使ってきたんでしょって、行政の人たちは責任持たなきゃなんないんでしょってね、天下りしたんでしょって、純利益出したいんだったらあなたが現場入って走り回りなさいよって、で、ある一定の年齢になったら仕事の効率なんか遅くなるでしょ、体に筋肉とかついてなかったりしても、年齢がある程度の若さであってもね。だからそういう話をテレビでたくさんすればいいんですよ。そうすれば出店しようとする人たちが減るでしょ。その破産法の話もしっかりとしてね。破産法通らなかったら生活保護でそのまま そこであなたが開いた店なんだから、あなたが働きながら国にお金返しなさいような話。エネルギー関係のその残存量問題の効率を考えるとそういう答えになるんですよ。だからそういうことをみんながテレビ出演してる、特に報道関係とかもバラエティ関係の人間を言ったらいいんですよ。それが現実だと。だから東京来てもあんまりいいことないよっていうことを言っておくべきなんですよね。で、それにはテレビ局の合併という見せつけが必要であって、それが一つの示しであって、これが人口が減ってきたらこれが当たり前なんですよって。あんなにたくさんチャンネルあっても見れませんから、誰も。で、僕も免疫届かないです。どこの番組が余計なことしているのかっていうところ。だから、いる業界関係の人間、要するに暴力団側の人間ですね。そういうふうな人間をテレビにたくさん出してるでしょ。で、いまだにそういうふうな昔の VTR 使ったりしてるでしょ。無理ですよ。次から次へと変な奴らが出てくるんですから、元たどったら、金持ちが悪いんですよ。で、あとそこに大きな欲望が生まれるから。で、みんな大体大きな家とか自社ビルですよ。で、こんなにたくさん建物を建てて、次々倒産していくんだから、空いてるオフィスビルなんかいっぱいあるでしょ。そこ使ったらいいですよ。自分の会社だったらいつどうなるか分かんないんですから。いつでも動けるようにしといた方がいいでしょう。どう考えても。その方が国全体としてはプラスなんですよ。それが本当の景気の良さを生み出すべきかどうかのところなんです。エネルギーの残存量問題と、仕事をあんまり増やしちゃならない、仕事の絶対数は限られてる、正社員の人の雇用者数は大体2400万人台分で、あとは非正規ですよ。その、まあ非正規の方たちがちょっと数年、5年ぐらい前のデータで3700万人台ぐらいですね。人口は縮小していってるんだから、もし2400万人台を正社員の雇用者数がキープできてるんだったら、それは、まあ、うまくいってるのか、一般人の人たちが、AI 関係とか IT 関係のアプリとかでピンハネされてるかのどちらかですね。だから、この間、アプリで、阪神タイガースの、放送をインターネットで見れるっていうことで、月々680円で、それをアプリでダウンロードしたんですけども、いろんな球団が見れるあのシステム、あれ、鬱陶しいからやめてほしいんですよ。スカイパーフェクト TV か、どっか忘れましたけども、そんなもん自分の好きな球団しか基本的に見ないでしょ。で、それでたくさんのお金集めようとするでしょう。月額の金額跳ね上げて。ピンハネ組んだんですよ。相場を知らん人間。だから公正取引委員会が言ったらいいんですよ。そんな値段で売っちゃダメだって。で、阪神タイガースの、そのアプリ自体が、もう阪神タイガースという球団が、もう削除しといたらいいんですよ。なぜなら、テレビで放送される時だけ見れるようにしてるんですよ。地方の球場とかの映像は映せないんですよ。意味ないですよ。だから、まんまと680円騙されたっていう形になるんですけども、でそこもあのサブクリクションがどうこうっていう形で、違いますよ。更新したいかどうかをイエスかノーかで送ればいいんですよ。
更新するときに、はい、家を選べるようにしたらいいんですよ。で、このシステムに問題がありましたか、どうでしたかで、返金を求めてきたら返金したらいいんですよ。クーリングオフですよ。それは記載されてないんですよ。QR コードも。で、天皇陛下は、その QR コードを作った人間を評価して、何か、勲章みたいなものを与えたでしょう。で、そこから話がおかしくなってる。そのちょっと前から話がおかしくなってるかな。スーパーマーケットに QR コードの設備を、スーパーマーケットがイオンさんが受け入れてしまって、その前までせっかく自動のレジが6台あったのに、私が言ってるのは、ぼーっと突っ立ってる人間をなくしなさいっていうことを言ってるんだから、6台で1人、誰か従業員がついていなかならないのは分かりますよ。使い方分からない人たちが続出しますから。で、ご年配の人たちとかも、ね、普段から買い物来ていたとしても、このケースの時は分からない、こういうケースの時は分からないっていうのは、これは絶対あります。買い物が、例えばじゃがいもを買うのが久しぶりだったりだとかね。料理によって。だからこれはあるんです。僕もそうでしたから。だから聞かなきゃならないから、誰か人を配置しなきゃならない。わかります。6台の自動レジに対して1人なんだ。1人で手空いてるんだったら10台にしましょう。こういうことなんですよ。それを QR コードというところで一般の消費者からね、3800円なり、5000いくらだったり、1年間だったらもっとかかるんでしょ。で、そういうふうなお金を支払わせて、安くで買えるみたいなことを言って、逆にお金をたくさん巻き上げてる。その正体は科学だったんですよ。だから科学業界はろくでもないんですよ。で、これは告発なんですけども、だから、しっかりと政府は対応していただかなきゃならないんですけど、そのために内閣の人たちとか、宮内庁の人たちとか、まあ、いろんな形の名称を今出してますから、それいちいち文章化して、表記してたら大変なことになるじゃないですか。で、一応、なぜね、その、天皇家の方たちっていう形にしてるかって言ったら、2019年に、その、テレビ朝日の受付に行った時に、まあ、眞子さまはいらっしゃいましたけども、まあ、最初僕は眞子さまだと気がつかなかったんですが、やっぱり顔は変わるから、僕も多分変わってたと思います。遊んでなくてもね。テレビの大きな画面を置かれてましたから、それが原因なのか何だかわからないですよ、本当に。もう、行くまでの道中も変な、まあ別に人格的に変なんじゃなくて、顔を変に歪められてる人たちとかを見ましたから、こんな顔ちょっとここまではなかなかならないぞっていう、正直もうホラーの世界に近いぐらいの顔ですね。で、その、眞子さまが、その、私が送ってた SD カードの内容を、大半のことを話していて、全く知らないっていうことは分かりました。だから、天皇家の方たちへという、方向で掲載してるんです。そのエネルギーの残存量問題とかね、その解決方法とかあるのに、ずっとみんながみんなほったらかしにしていた。だからその辺のところで、公にしなきゃならないし、その、陛下の方からね、成人様の方からと、平成の天皇陛下の昭仁様もそうだったと思うんですけども、あれも警察署の警察官が2名でね、僕の自宅に伝言を言いに来てくれてるんですよ。一つは、しっかりと会って話をすること。で、もう一つは、あんまり気にしないこと。この二つは絶対あるんです。他にももしかしたらあったかもしれません。僕はその時に記録つけてなかったらやっぱり忘れるんで、それがあるのに、ちょっとしたことで精神病院に有馬警察署は入れようとしてたでしょ。やっぱりこういう答えになってくるんですよ。この間の、秀和株式会社で働いていた時の件と、警察官があまりにも間違えすぎていたと。で、それを公にする必要があるんですよ。そうしなかったら次から次へと警察官がすぐに、精神病院に連れて行きたくあるでしょう。それを自分たちの仕事と勘違いして。本当は罰金刑で済ましがいいし、そもそも私に非がないんですよ。私が隣に行ってもいいんですよ。これだけ相手が迷惑かけてきてるんですから。仕事場だって先輩とかに怒られることあるでしょ。仕事サボっていたりしたら。それは正さなきゃならないから怒られてるんであって、怒られるようなことをした人間も悪いんですよ。
確実にね。で、他のお客さんがいる話もしますけども、お客さんとして来てる人間が大量に絡んできてるじゃないですか。で、いろんなその辺の道とか、いろんなスーパーマーケットとか図書館でも絡んできてたんですから。それずっと僕に我慢しろって言ってたんでしょ。で、有馬警察署の人は、そんな話知らないとか言って、とぼけるんですよ。それ何回も言いに行った。ホームページに記載してるんですよ。今電波ですいませんでしたっていう声を聞かされてるんですけども、自分の名前にならないし、どこの時間軸の人間かわからないです。コンピューターなんか使ったらこのありそうですよ。自分で謝らないと手紙持ってきて、それしなかったら謝ってもらったかどうか僕も数年経過者忘れるんですって。だ、それはそれで謝罪の一文書いてくれた。それは僕もちゃんとホームページに載せますし、この警察官の方はちゃんと謝罪をこういうふうにしてくれましたと。コールしなかったら一般人からしたら怖いんです。警察官の方たちのしてることがあんまりにも、今までの昔からの歴史とね、政府上層部に簡単に逆らえるぐらい法律身につけてくださいよって。裁判とはどういうものか分かってくださいよって。そんなもの法廷始まってからじゃないと分からないから、最初から裁判所へね、裁判しなかったら連れてなんか行けないはずなんです。一法律なんかで動いて絶対ダメ。その人たちのお金儲けに利用されるから、もう稼いでしまってるんです。それで有馬警察署の人たちは、他の警察署の人たちも、兵庫県警の人たちも、お金の周りで言うと。変なニュースまで作ってますし、真面目な裁判所で勤務されている方が宝塚三田病院の事務員として働きに来ていましたけども、もう一度言います、ここもどっから手をつけたいかわからんよなって。やっぱりそうなりますよ。怒るなって言う方が無理ですよ。そんなに悪さしてきた連中に、もう二度とそういう悪さをさせないために何回でも怒ったらいいルールにしたらいいんですよ。そうしなかったらその人たちずっと悪さね、医療関係一体いつ良くなったんです、仕事の仕方。言いますよ、内科の人たちとかも同じですよ。効きもしない薬ずっと売りつけてますから。そんな頃、私が二十歳ぐらいの頃、鬼塚千尋は歌ってますよ。月光だったかな、そういう曲で。もうその人がどういう人かわからないですよ。はっきり言ってテレビ局でテレビ出始めた人がどう、人だから、周りのね、スタッフとかに変な人間とかいっぱいいるから、どうのお湯、その後人生になったか知らないですよ。どういう生き方になったのかね。効かない薬ばかりが転がってるって言ってるから、ある程度のことしてたんでしょ。だけども、全員素知らぬふりでしょ。自分が、ね、警察官が認めることとか、そういうしっかりしたことを言うんだったら、警察官を認めないと。で、僕は通報したときに、そこにたむろしていた連中に関して、すぐに逃げ出すんだから、昔の有馬警察署の人は、そいつらがいたっていうことでええわって言ってくれてたんですよ。だけども、この間来た警察官の人たちはいなかったって言って、で、僕は現行法規と現代日本法規で警察手帳を見せなきゃならないことになってます。それを言ったんですけども、警察手帳を見せてくれなかった。その後僕は眠れなくなってます。なかなか。利用されてばっかり。これ逆じゃないとおかしい。行政がずっと悪さをしてきたんだから。医療関係とかと組んで、建設業界とかと組んで、で、それを消費税という形で一般人とかに申し付けを回してきて、で、人材派遣業法とか日給とか、歩合とかできたかで、巻き上げてきたんだから。会社と組んで。組んで。僕も、こういうふうな状態になったら、我慢の限界来たらこういうような言い方になります。で、6月の29日、ホームページ、淡井圭介の劇の一番に、ごく一部分のことを記載しています。それ読んでいただけますか？全員。読まなきゃ無理です。たった5分を惜しむ人間に良い仕事は絶対できません。簡単な話です。どんな状況下に私が置かれていたかっていうことがわかります。で、報道ステーションの大越さんが27日に最初は小泉進次郎からっていうことを言ってたんですけども、
それやめなさいって言ってるんですよ、大越さんに。必ず電話をかけてから来なさいっていうことを淡井圭介本人が言ってるんだから、相手が悪いことをしてきたんだから相手が電話をかけるしかないでしょ。自分の番号を通知して非通知の設定をなしにしなさいよ、この世の中ね。え、非通知設定なんか作った人間がどうせ悪さをした人間ですよ。全員通話記録が残ったら、あとそれも世間に開示したらいい、相手がどんなことを言ってきてるかって。そうじゃなかったら無理ですよ、こんなに睡眠時間を奪うような方法がいっぱいあるんだったら。絶対人間関係悪くなります。これ僕対全員に対してですよ。当たり前じゃないですか、放送界の人たちが全員見せてきたんですから。令和4年括弧の第13号、あれだけの証拠まで集めたのになぜ裁判始めてくれなかったんですか、法律面はあるのにっていうことですよ。調停に出そうが何だろうが、地裁から始めますの一言で受付の人間を受けたらいいんですよ。訴訟費用の救助申請書いてるんですから。でそのまた精神病院に入れてるでしょ。だから訴状も裁判所に提出すりゃいいだけにしといたらいいんですよ。なぜ悪いことをしてきた相手方の名前まで必要になってくるんです。言うときますよ、言ってくれますよ。会社の登記簿とか買いに行ったって移転して逃げたりしてるんですから、訴えられそうになったら。それがソフトバンクの正体です。現在移転中ですって。どうせ会社をいくつかね、店舗を持っていて移転したことにずっとしてるんでしょ、訴えられそうになったら。それで相手が諦めるか諦めないかを見てるんでしょ、どうせ。はっきり言いますよ、何回も言いました、ホームページに掲載します。ソフトバンクが勝てるようなルールじゃ絶対にダメなんです。ソフトバンクはずっと負け続けなさい、そんな卑怯な方法を使うんだったら。そこまで卑怯な方法を使うんであったら、言葉の上げ足取りはやめましょう。出生地と出生地も同じです。出生地という振り仮名を行政の人たちが打っていた時期がありました。テレビ局の人間がこの間出身地とかで、今までウィキペディアのようなその自分のね、生まれたところをコロ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 書いてた人間いっぱいいたでしょ。高島彩も神奈川県だった頃があるんですよ。浜崎あゆみも長崎県だった頃があるんですよ。その福岡県に変わっていたり、浜崎あゆみのケースはね。で、高島彩は、もともと東京都生まれだったのか、神奈川県生まれだったのか、何だったんです。法政でしょ。政経大学は。法制学部は出てるでしょ。法律身につけた人間ほど厄介なことをずっと仕掛けてくる。自分が生まれてきたところはどこかを記載したらいいんです。どこの住所のところの時に生まれたのか、病院でみんな大体生まれますから。もうそういうところがきちっとしましょう。で、理由、今までなぜ出身地だろうが出生地だろうが、もう他の言い方とかもうな、もう彼らはもう何でも本当にしますから、本当に。もう彼らも彼女らも同じです、はっきり言って。テレビ局の人間は、テレビ出た人間はもう、で、一括りにしましょう。で、なぜ変えてたかの理由をしっかりと謝罪文を書きなさいよ。ウィキペディアは各自の責任ですよ。いついつ私は嘘をついていましたって。それぐらいのところから始めなかったら、みんな嘘つくことからやめられないんでしょ。で、笑うんでしょ、相手が嫌がってるの。報道出てる人間はそれですよ。司法修習生が。で、裁判所でどれぐらい働いたんです。無理ですよ、そんな人間。裁判所で働くなんて。書記官としても裁判官としても議官としても。
河合法務大臣が訴えられていたのは、すぐに訴えられる仕組みを作らなかったからなんでしょ。法務大臣が言えばいいんですよ。で、法務省として掲示しとけばいいんですよ。原告は法律名などを探さなくてもいいです。と、何があったかの詳細を文章として提出してください。書式にはこだわらないは見ました。はっきりとしましょう。で、自分たちで法律名を探すようになる方が裁判官がしっかりするでしょ。いろんな法律名を身につけれるでしょ。仕事として職業で行っている人間の方がお給料をもらいながらそういうことをできるから、結局絶対法律を覚えるんですよ、法律名を。で、判例の世界なんかは大阪の本当は高等裁判所の図書館の中に入らなきゃ見れないんですよ、もともとは。で、それは司法修習生以上の人しか見れないから、もうこの時点で 100% おかしいでしょ。もともと学校とかで余計な漢字とか教えてた人間は悪党なんです。昔で言うとね、難しい漢字出してきて相手読めないようにして騙してたんですから。一般人が判例見れないなんて相場を分かんなくさせる方法ですよ。自分たちが訴えられたら困るからって。だからこれは早急に今すぐ変えなきゃなんないっていうことをだいぶ前から私は何回も SD カードで送って言いましたよ。だけども、誰も助けてくれなかった。みんな多分絶望してる人たちいっぱいいますよ。で、何回も言いますよ、ピンハネされる側にいつか回りますよ。国会議員の方たちの息子さんだろうが娘さんだろうがお孫さんだろうが元大臣の方だろうが絶対にそうなります。ならなかったらおかしいです。これだけ非正規雇用の数の方が多いんですから。じゃあどうなっていくかって言ったら、元旧一族の人たちに他の人たちがどん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 葬り去られていくんです、孤独死して。これが世界中で起きていることなんです、先進諸国で。だ、それを変えてくださいって言ってるんです。で、正直今この間言いましたけども、岸田さんはボソッと1年以内にその法改正できるって言ってるんですけども、法改正できるの短い言葉だったら何でも当てはまるでしょ。この間は法改正しましたとか、それでも通りでしょ。で、真の少子化についての法律削除に関しては、岸田さんの背中